張ります。はい、本日のゲストドライバー、はい、35号車レクサスティールクラフトの大島です。大島、よろしくお願いします。もう一つ目を失敗すると、もう全ての流れが悪くなってしまうので、もうこの1個目をいかにうまく決めるか。まあ、昨日ちょっと車思うように動かなくて、一緒にかけてもかなり変更したんですけど、まだちょっと粘り切ってない部分が。バナナいただきました。大島選手は本当に脱ぎ回ってよほど体に自信があるんだか、露出したがりな年なんですかね。石浦選手の方は自分が乗れてる時とそうじゃない時、まあ、車の調子もいい時とその悪い時っていうのがすごいどっちかって分かりやすく顔に出ちゃうタイプだと思うんですよね。あいつ若い時から頑張った。お疲れ様でした。本当、ね、最後まで厳しいレースだったんですけど、まあ、本当に今回車の調子がいまいちというか思ってたような動きしてなくて、まあ、レースもかなりその暴れる車との戦いながらで結構苦しかったんですけど、まあ、それでも最後まで2人ともチームもそうですし、まあ、ノーミスでやりきった結果の5位だと思ってるんで、まあ、結構結果には満足してますけど。ありがとうございました。長いレースでしたけど、はい、まあ、僕らの中では今日はいいレースができたんじゃないかなと思います。ちょっとレクサス勢苦戦気味だったんですけど、できることはしっかりやれたんじゃないかなと思うんで、はい、点数をつけると自分でそうですね、今日の与えられた中では、90点ぐらいの出来だったんじゃないかなと思いますし、大きなミスもなかったし、チームもすごくピット作業も早かったんで、全体としてすごくいいレースだったと思うんですけど、はい。